皆さんこんばんは。 Music Today へようこそ。指揮者の原田圭太郎です。 Music Today では皆様とゲストの演奏を一緒に見て、リアルタイムでゲストに質問などコメントをするライブ配信番組です。そして Music Today はバイリンガルの番組です。日本時間の夜は日本語で、アメリカ時間の夜は英語でインタビューです。英語のリスニングを上達したい方はぜひ英語の方もご覧ください。配信後でしたら字幕をつけて、ここにある字幕のボタンをつけて英語で聞きながら日本語で見ることができます。オープニングの今の画面でも紹介しましたが、来週は N 響のライブラリアの沖さんをはじめ、コンサートマスターのマラさん、ピアニストの福間さん、チェリストの宮田大さん、そしてビオラ奏者の川本よし子さんなど、たくさんのゲストがミュージックトレインへ参加してきます。そして読売新聞を見てくれた方はいますかね。昨日の読売新聞の夕刊にじゃじゃん、インタビューが載ってますよ。 Music Today のインタビューです。もう今週で63回ぐらいになりますけど、こういうふうに読売新聞で Music Today のことを評価をしていただいて本当に僕は嬉しいです。でもこれが可能なのは皆様のおかげです。なのでありがとうございます。そしてこの読売新聞なんですけど、もう一つの宣伝が、今日の、朝刊では読売新聞の、朝刊に僕のコンサートが、宣伝されてました。これは7月14日のサントリーホールの、特別演奏会です。19時スタート、コープランド、ハイドンという1時間ぐらいの コンサートなんですけど、このチケットが実は明日発売です。一般発売、7月4日午前10時から。コンサートに入れるのは確か半分ぐらいかな、半分以下ぐらいかな、入れるのは。ぜひ生の演奏を聞きに来てください。読売日本交響楽団、そして原田圭太郎のコープランド、ハイドンコンサートです。さて、東京ではまたコロナの数がまた増えてしまいましたが、皆さんマスク、そして消毒は忘れないでください。最近テレビでアメリカのニュースがほとんどトランプの、大統領選挙の話ばっかしなんですけど、あまりコロナの話がないので、実は私とユリが住んでいるジョージア州とフロリダ州というのはとてもコロナの感染がひどくなっていまして、昨日なんてフロリダ州は1日で1万人以上の感染者がいたんですね。いやーもう本当に言葉を失う状況なんですけど、アメリカはやっぱり、アメリカと日本行ったり来たりしてすごく感じることは、アメリカはアメリカ人、特に白人の方たちはマスクをやっぱりしない文化なので、ね、本当に1万人も毎日、日々1万人以上っていう感染者がいるので、もういい加減にマスクをしてって、僕は思っています。これからも多分僕のツイッターなど Facebook でマスクをしている写真を投稿するのが増えると思いますけど、それは本当にアメリカの知り合いへのメッセージなので、もし見たらいいねとかしてください。今週じゃない、月曜日の、朝10時は、の Music Today は、アメリカ時間の日曜日の夜なんですけど、日本時間の朝10時、月曜日。アメリカのテレビ番組、アメリカンアイドルで、5歳の時にフランク・シナトラを歌って、すごいもう世界的に有名になったソフィー・ファトゥーっていう女の子がゲストに来ます。彼女は今7歳なんですけども、本当にもうこんなに美しい声、7歳でこんなに美しい声ができるっていうのは、出せるっていうのはもう本当にもう世界で一人なんじゃないのかなという、もうソフィー・ファトゥー、彼女は本当にすごいもう天性だと思うんですけど、彼女の声をぜひ皆さん聞いていただきたいので、もしライブで見れる方はぜひ月曜日朝10時に参加してください。また配信後も見れますので、そう、後からでも見てください。さあ、それでは宣伝は以上です。ゲストをお呼びしましょう。私たちはこちらの方では拍手が聞こえないので、ぜひコメント欄で絵文字の拍手の絵文字など888などコメントしてください。Please welcome today's special guest, flutist Hiroshi Arakawa. こんばんは。こんばんは。お元気ですか？久しぶりです。どうもどうも、お久しぶりです。もう本当にお久しぶりですね。もうそうなんですよ。僕は、いつだったかな。でも、何回かその後もコンサートやっているけれども、う
やっぱり凱旋帰国して原田さんが初めて、新日本フィルで、コンサートやった時に、僕は吹いてたんですけども、大井町でしたよね。そうです、キュウリアンで、品川区の地元でのコンサートで僕のデビューでしたね、2015年の。そうですよね、うん、でその時後ろで吹いていて、みんな知らない指揮者が来たっていう、みんなざわ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 していてで来て、一緒にやった時になんか全然思ってた感じ のアプローチの仕方が全然違ってびっくりして、でも音楽はすごく楽しくて、お客さんも熱気にあふれててっていうのだけはもうすごい今でも覚えてます。 ありがとうございます。僕の楽屋ずっと原田啓太桜だったんですけどね、誰もねローっていう風に感じをね気づかず、ずっと桜ちゃんって、結局西日本フィルにはいつも啓太桜ちゃんって呼ばれてるんですけど、でも本当に僕の、ね、今日本の活動があるきっかけというのは新日本フィルのおかげなので、いやもう感謝しています。そうですね。きっかけを作っていただいて。懐かしいです。もう僕もね、ちょっとオーケストラは今、もう元新日本ビルっていうふうになっちゃったんですけど、まあでも、それでも全然、もうオーケストラ第2のつもりでしてます。ありがとうございます。さて、今日の音楽ですが、自分の作曲ということで、夏の恋歌でいいんですかね、タイトル。そうですね、はい。この曲について教えてください。これはですね、僕がすごく大好きな友達であり親友であり、素敵な仲間の、植木彰夫さんという人がいるんですけどね、チェリスト で彼が結婚式に呼んでくれた時に、ちょっとお祝いのために作ろうと思って、ちょうど夏あたりだったんで、ピアノの、友人の、あ、どうも吉本さん、ありがとうございますピアノで佐藤勝重さん、一緒にやってるピアニストもいるんですけど、その方と一緒に、演奏したのが、初めてのことです。で、話のストーリー的に言うと、出会ってすごく仲良くなって、最後結婚式迎えて、最後バージンロード通って、で最後、おめでとうっていう仕掛けがこの曲の最後に、仕掛けがあるっていう風なストーリーで作られてる曲です。はい、じゃあぜひ聞きましょう。なんかとてもラテンの雰囲気が入っている感じがする。そうですね。うん、なんだろうね。なんかボサノバの雰囲気も入りながらの作曲。もともとボサノバの雰囲気の方の、曲調が多いタイプなんで。あ、そうなんですね。あ、よかった。当たってた。ラテンの感じ。へー。
ます。Yes. このやっぱりなんか後ろピアノのリズム感とそのフルートのメロディーの跳ねるところがすごいボサノバチックで、どうしても体が自然と動いてしまう。なんかね、こういうノリですよね。そうですよね。でとてもやっぱり聞きやすいというね。ありがとうございます。結婚式の曲のプレゼントは嬉しいですねって。いやこれをなんかいろんなところでもう吹いてもらってもいいかなと思うんですけど、ここからですね、バージーロードに入って。おお。あ、かわいい。ブラボー。な感じです。素敵。ありがとうございます。最後にね、やっぱりね、そこの結婚式の曲を入れるっていうのは素敵なタッチですね。まあちょっとなんかこうユーモラスな、あのずっと知らないメロディーでもつまんないから最後頭上げるような感じで、あ、風の匂いがします。それは嬉しいです。ありがとうございます。でもその確かに知らないメロディーですけど、でもすごく一度聞けば、なんていうの、すぐに覚えてしまうメロディーなので、魅力的なメロディーだと僕は感じました。あ、そうですか。うんうんうん、やっぱりあの音楽ってこう常にこう爽やかなプラスのエネルギーを感じて、伝えるっていうのがやっぱり一番大事だと思うんで、あのやっぱり、ね、あの本当作曲家っていうのじゃなくてフルーティストからの延長線での作曲作りなんで、だから、うんうん、まあ本当にハッピーなものをまず作るっていうのが大事かなっていうふうに。そうですよね。いや、ひろしさんのその作曲については本当に後でまたたくさん語っていただくんですけど、まず初めにあの音楽への出会いのことを少し教えていただけますか。音楽との出会い。はい。僕はもう小さい頃から父と母が音楽をやってて、母がピアノやってて父がフルートやってたんですね。で、まあ、うんうん、音楽の先生とか講師やってたんで、そのピアノの下でよく寝てて。でまあ、音楽はちっちゃい頃の、ちょっと髪の毛が当時から茶色かったんですけど、へ、もともと茶色い髪の毛なの。もともと茶色いんですよ。なんかだからなんか目も茶色くて、まあ、全体的にあの色素もまあ印象も薄い感じですけど、ね、いやそんなことないですよ。だけどいいじゃないですか。まあ、ちょっとだからなんとなく僕もこの頃のイメージが強くて、なんか金髪の方がちょっと僕も金髪茶髪の方が馴染みやすいんですけども、うんうんうん、まあそんなんで音楽をずっと聴きながら自然に音楽をこう体に入れていて、でそのうちに、はい、まあ、いろんな楽器をどん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 触っていくうちに、家にギターがあったんですよ。今ちょうどここにもギターがあるんですけど、これ曲作り用のギターで、まあ、ちょっと弦切れてますけど、でこれがもうスペインのギターの学生用のギターなんですけど、こういうのも家にあったりとかして、で、次にこうギターを弾くようになって、コードっていうのがすごくこう親しみやすくなっていって、で、あ、そうですね、こういうのがあったりとかで、ギターを弾きながらフルートも父から習っててっていう、で歌も歌ってピアノも弾いてっていうのがスタートだったですね。最初のもともとギターだったんだけど、はい、なんかそのたくさんの楽器に囲まれている中、なぜフルートに魅力を感じたんですか。多分結果論で言うと、先生がいたのは父がフルート吹いていたから、まあ、やっぱり目の前に先生がいるわけで、やっぱりそれが一番こう習いやすかったってことですよね。もしそこにギターの先生がいたり、身近に近所にいたりして習うことができたら、ギターやってたのかもしれないなと思って。僕はすごくギターがすごい好きなんで、その響きがすごく大好き。これは高校の時に、音楽コースが千葉の津田沼高校っていうところに、音楽コースがあったんで、まあ、そこを目指して、そこの中での、年に1回かな、なんか合奏の、授業じゃない発表会、多分習志野文化ホールだと思うんですけど、そこで演奏した模様で、まあ、髪型もちょっと当時の
感じなんですけどね。80年代の感じ。こっちの方がなんか髪の毛黒い気がする。なんですかね、なんかどうなってんですかね。なんかあんまアップにしないでください。そう。そしてその、まあ、先生との出会いっていう話ですよね。あ、そうですね、うん、アラン・マリオン先生は、まあ、右が、父で左が母 で左が臼井さんでよくいろいろ関わってくださった方ですけど、真ん中のアラン・マリオン先生っていうのは、うん、まあ、フランスのマルセイエーズ学派、もうランパル、ね、すごく有名なジャンピエール・ランパルと同じこう、うん、ストーリーを持った人で、本当ランパルともすごく仲良くて、アラン・マリオン先生に、まあ、パリ音楽院で習えるということで先生について、お前パリ来いって言われて、まあ、来いって言われたらそのままはいって言って、まあ、大学の時にそのまま受けに行って、まあ、そんなになんかこういろいろまだわからないまま向こうに行ったんですけど、その前に講習会受けて行って、で、そこでいろんな仲間とスタジオ講習会を受けたりとかしながら、最後、コンセルバトワール、パリ国立高等学院の方に、入学したわけです。何歳の頃ですか？これがニースで、うんうんうん、これはもう19の頃かな、19歳ぐらいの時に、こう仲間友達がたくさんできて、でいろんな国の人たちと初めて交流した時の写真ですけど、まあ、そこからスタートでパリ音楽院を目指して、そうですね、この写真が、この時たまたまちょっと、まあ、受かった時 の写真じゃないんですけど、うんうん、一番左側が宮本明鏡先生、NHK 交響楽団で長年首席やってらっしゃった、宮本先生と、あと三共プリマ楽器の久倉さんたちだと思いますね。で、そういう皆さんと一緒に写真、文化生とも一緒に撮った写真ですけど、パリ音楽院の前で撮った写真です。この時は何、オーディションの時にみんなで一緒に行ったんですか、それとも、いや、これはもう一人で、まあ、受けて、うんうん、まあ、受かった後、まあ、授業を受けながら、1年後ぐらいに先生たちがパリ の, 旅行で来てくれて、うんうん、その時の写真です。皆さんがキムタクみたいな髪型とかイケメンとかって言ってますよ。そんなことはないですよ。さっきのね、ま、もう一個前、もう一個前の写真がね、とてもなんか、多分これのことかな。あ、こっちじゃないや。もう一個言って。これはですね、日本の音楽大学にちょっといた時に、うんうん、もうバンドを組んで、こうみんなで、かなりこういう雰囲気だったんですよね。その時にあんまアップしないでください、ね。全然変わらない。変わらない。まあ、なんかちゃんと真面目にやってた傍ら、なんかこういう集まりもあって、みんなでバンドをやりながら、やっぱりバンドがすごい好きだったんで、そういうバンドとかちっちゃなバンドとかを組んで、うんうん、演奏会とかをやってました。いいですね。これもニースですか？あ、これはもうパリ音楽院に入って、シャトレのホールでコンサートがあったとき、クラリネットのフローラン・エオワ君なんですけど、彼と一緒に、一緒に演奏会やった時の写真ですね。エリオット・カーターのフルートとピアノの、あ、フルートとクラリネットの二重奏の曲だったんで、僕すごいエリオット・カーターが大好きで、うん、彼と一緒にその曲を演奏した時の写真です。まあ、カーターさんいいですよね。面白いですね。もう素晴らしい作曲家。初めてこう、なんだろう、8分の12とか、こう、必要にこう畳みかけてくる作曲家に出会ったなって感じで、うんうんうん、すごい好きでした。バンドの時はギターですかっていう質問ですが。バンドではギターでした。はい。ギターと歌ってましたね。あ、歌ってたん？今でも歌ったりするんですか？はい、そのせいか合唱とか、やっぱメロディーと歌詞をつけるのがすごい好きで、まあ、この時は全然違いますけど、いろんなことが書いた感じですけど、うんうん、いろんな。やっぱ歌の曲がすごい好きで、今は子供たちの合唱の曲っていうことになんかこうちょっと自分の気持ちが言ってるんですけど、まあ、うんうん、歌うことすごい好きですよ。やっぱなんかさ、先にギターをやってて、今でもギターが好きということで、やっぱりギターとのなんか写真とかも結構ありますけど、やっぱギターは今でも好きな楽器、そうですね、ギターとフルートってピアツラもありますけど、うん、すごくいい組み合わせですよね。
実はそうなんですよね。フルートとギターってすごく相性良くて、最近なんかはやっぱり鈴木大介さんと本当にご一緒する機会多いですけど、この時はマーチン・フォーゲルっていうスウェーデンギタリストとしばらくずっと、一緒にやっていて、たまに僕もスウェーデンに行って親子コンサートで15、6回コンサートをやるっていうツアーを彼とたまにやったりします。そうなんですね。いや、でもギターはね、すごくいい楽器ですよね。フルートとね、ギター素は敵ね、ほんなとハーモね、ニーなんか絶が対リアルタイムに弾けないけど難しいけど、すごい素敵ですね。そうですか。よく弾けるな。今週、ギタリストの、正村清さんあ、と、正村さん来るんですね。そう、正村清さんと僕、世界初演の曲をやるんですよ。九州交響ああ、楽そう団、なんですか。7月の終わりに。そう、小葉さんが書いたギター協奏曲を今月ですね、発表するんです聞きけど、たやっいぱりな。ギターはとてもね、僕好きな楽器なので、自分もギタークラブっていうのに昔入ってたんですけども、中学生かな、高校生の時。でも本当になんか4つのコードだけで終わりました。で、4つのコードだけで、この進行さえ覚えれば、あとはもう、ね、もう、まあ、弾けるからね。そう、大体のビートルズの曲は弾けるので、これでいいかなっていうね。そういうのがね、バイオリンとかね、鳴らすまでも何年かかるっていうよりも、ギターはこう押さえて、とりあえずボロンってなるから、すごく気持ちいい。お腹にも響くし。いいですよね。そして、ヨーロッパから帰ってきて、新日本フィルに入ったんですけど、結構若い時に新日本フィルに入ったんですよね。そうですね、僕は、98年、27歳、28歳かな、ちょっとそのあたりで入ったはずです。28か。小沢さんの時の新日本フィルってことですよね。そうですね、受かって、入った時には、小沢さんがいて、誰も知らないオーケストラで、結構年配の方が多くて、一番ポストが空いてて、そこに行って、初めましてって言って、座って、定期演奏会のベートーベン1番を吹くっていう、なかなかスリリングなところからスタートしましたね。その時はもう古部さんもいたんですか？隣に座ってあ、た。隣にいて、本当なんか、茶髪だったかな、確か。もうそれからのすごい二十何年の付き合いだから、本当にね、いろいろご指導もいただき、すごい、でも本当にいろいろ彼とも古部さんともすごくいろんな思い出がありますね、すごい。いや、でもね、古部さんもこの前、ミュージックトゥデイに来ていただきましたけど、彼もね、すごく面白い、キャリアで、本当にすごいレートスタートで、ね、そうですよね。でいきなりもう大学の時からね、新日本フィルに入ってしまい、面白いキャリアステップですけど、でも、だからもう隣でピカーって光ってました。そうでしょうね。当で時もから。僕としては、その自分の日本のデビューの時にね、その荒川さんと古部さんのタグチームので一緒に演奏ができたのは、すごくやっぱりもう A チームで一緒、あのもうトップの人たちで一緒にできたのは、僕はすごくね、嬉しかったです。ショスタコービッああ、チそうとですハマか。リノフ。いや、古部さんも自分の音楽のこう音楽感がすごくあって、で、僕もまああるんだけども、なんかそういう、なんていうか、先輩後輩でいながらも音楽のこうしたい、ああしたいっていうのがあって、でも、やっぱり彼の芯が強くて、僕はそこまで音楽的な、なんかこうでもこうでもって、少しこうメンタル的に同調するところがすごくあって、で、結果結構ピタッてくっついて、こう一緒になんか、バイクのサイドカーみたいな感じでずっと走ることが、なんか、割と長年そんな感じで一緒に演奏してきた気がしますけどね。すごいそれが良いと思ってもらえれば本当にすごく僕は嬉しいし。いや、でもとてもいいチームだと、僕は、そのサウンドはああ、僕よはかっすたごでく好す。きそでんしな時代が本当にあって良かったですね。た。さて、作曲をたくさんしているので、今日はぜひぜひ作曲家というカテゴリーでのいろんな作品を紹介していただきたいんですけど、なんかオールジャンルで作曲してますよね。なんかクラシックを演奏しているイメージはもちろん強いんですけど、オーケストラなども。でも、いろいろな YouTube とか、SNS とかの配信を見ていると、別にクラシックだけのものを演奏するのではなく、ポップスだったりとか、ジャズだったりとか、さっきのボサノバみたいな、もう本当に、
誰でも楽しく聴けるような音楽をたくさん演奏しているっていうのは、やっぱ自分にとって音楽ってオールジャンルだからなんでしょうか？なんかそうなんですよ。あの音楽、クラシック、ベートーベン聴いてても、ブラームス弾いてても、あの、うん、どの音楽やってても、まあ、新日本フィルは特に次の日に本当に久石さんのすごいあの新しい前衛的な曲をやったりとか、あとは宮川明さんが来て一緒にコンサートやったり、その次の日にあのフランス・ブルフェンが来て、うんうん、ダニエル・ハーディングが来て、でそれ演奏して、でやっぱハーディング の, そのアベレージの高さとか、そういうのも全部こう吸収して どこら辺の線を狙っていくかとか、あと、うん、みんな空間予測しながら音を出していく、そういうこととかも、結構ひっくるめて、かなり全然あの音楽のこう質感とか種類も全然変わってくるっていうことが本当は大変なんですけど、うんうん、僕はあんまりそんな大変とは思わず、なんか、うん、あのあこういう風な見方からいろんな角度から見る楽しみっていうのが、そういうのがあの、オーケストラをやってた時間はそれを楽しめる時間であって、あ、そっかそっか、こうやって見たらそういう風に見えるよなっていう、うんうんうん、こう見たら絶対例えばポップスもクラシックも違う風に見えるんですけども、うんうんうん、こう見たら別に一緒って、例えば和声感で見た場合は、うんうんうん、和声感っていう意味では一緒じゃないですか、うん、そうね。だけどクラシックっていうジャンルとかで見ちゃったりとかすると、またこうカテゴライズされて違ってきたりとかして、うん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 、まあ、そこを見たら確かに違うね、違うよなと。あと現代曲もやっぱりこれじゃ吹けないっていう風になってしまうよりは、あ、まあ、こうやって見たら面白いなっていう、そういう考え方でいつも音楽に接してて、うん、まあ昔からいろんな音楽あの本当にオールジャンルで聴いてたっていうのもあるんですけど、でも、うん、なんかそれがこだわりというよりは、皆さんそういうふうに音楽っていうのはもう楽しんで、本当に自分の体に一回入れてみようって言って入れて、好きか嫌いかっていうのもあると思うし、僕は あんまり好き嫌いがないっていうだけの話なのかなと思うんですけど、うんうんうん、今回は、ひろしさんの作曲をとあの集めた VTR がありますので、それを少しあの聞きながら、少し解説したいしていただけるとすごく嬉しいです。はい、これはあの宗像市の、福岡県宗像市のために作った曲ですね。で沖ノ島のイメージで作ったので、沖ノ島が世界遺産に登録された時にあのこの曲を式典で歌ってくださって、あのとっても嬉しかった記憶があります。で、これは、群馬県みどり市の「思いは空を越えて」という曲、これはあの子供たちと一緒に歌うつもりで、作った曲ですけども、うんと、まあ、対象年齢は小中学生だったんだけど、一番初めに歌ってた子供たちが全部アンプして、うん、幼稚園生だった。あ、これはあの、僕の母校が学校が人数少なくて併合、あの本当にあの合併しちゃって、で新設校を僕が、校歌を書いた曲です。へえ、いいですね、素晴らしい。面白いんですけど、これは、初めてもう歌が好きなんで、うん、歌劇、オペラを作って、うん、作ってる最中なんですけども、北海道中標津の、伝説を2つの春に入れっていうお話があって、それを題材にして、作ってる曲で、歌ってる子たちもみんな、あの合唱団の子たちも中標津の高校の合唱団で。で、これはですね、音楽物語、スイミー、これは、絵本の絵本を読み聞かせしながら、子供たちがあの、まあ、鑑賞用 でしかもちゃんと音楽もしっかりつけていて、聴いてもらうっていうスタンスで作りました。でこれあのね、新日フィルでもよく関わっている三輪明子さんがね、もう本当に彼女素晴らしいんですけど、うん、彼女があの彼女とメルシャン美術館、名古屋にあるメルシャン美術館のために作った、曲で、ダフニスとクロエで、ダフニスとクロエの、シャガールの絵からインスパイアされた曲で、だからラベルの、ダフニスとクロエの泣いた仕方とちょっと違うんですけども、うん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 、絵からインスパイアされたものですね。でこれはあのこの前あの出ていただいた加瀬隆弘さんのために作った、うん、フルートを覚えるためのソナチネで、これ演奏してるのも今
加瀬さんなんですけども。あ、いいですね。はい、もう加瀬さんがジュネーブに留学中だったエピソードをなんとなく僕なりの解釈でストーリー仕立てにして、彼がどんどん上手になっていくっていうスタンスで書いた大覚えのためのスマッチです。結構難しいんですけど、いや結構テクニカルですね。すごい、本当に上手で素晴らしいですね。うん、素敵な曲で、これはクライネットソナタモーマルトの丘で、これはNHK 交響楽団の松本健二君の同級生なんですけど、うん、加瀬さんも同級生なんですけど。ああ、そうなんですね。はい、で、まあ、松本君がまたこれ聞いてて、これはコンクール、実際のコンクールの模様なんですけど、僕はそこでクライネットソナタ、クライネット、コンクールでサインもいただいたんですけども、うん、その時の、ありがとうございます。あ、茜さんそうなんですね。うん、知らなかった。でこれその時の演奏で賞をいただいた時の、作品です。うーん、本当に松本さんのパーフェクトっていう演奏ですごいです。うん、いやもう彼は本当に素晴らしいクライネット奏者ですよね。そうですね、うん、音がすごい。これ最近作ったちょっとバラードを作りたくて、ポップスのバラードを作って、これはビルマン総平さん、チンニッフィルのセカンド首席奏者のビルマン総平さんのために、うん、あ、ためっていうか、まあ、一緒にやろうよって作って、うんうんうん、彼と一緒にデュエットした曲で、今もこれ全部一連のものは全部 YouTube に上げてるんですけど、彼が、まあ、初めソロを取って本当に素晴らしい、うんうんうん、これも、ビルマンさんが演奏してくれてるんですけど、これソーフォアっつってちょっとコロナに当てて当てつけて書いた曲ですけど、本当にちょっとジャズのテイストで。ピアノは誰が弾いてるの？これ全部、実は全部打ち込みなんです。そうなんだ、はい。全部グルーブかけ、グルーブなってるんですけど、実は全部ちまちま全部全て打ち込んでる。僕とビルマン以外は打ち込んでるっていう。ああ、うん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 、そういうことね。はい。結構、うん、ずっと聞いてるとなんか、本当にセッションしてる感じにも聞こえるんですけど。これすっごいかっこいい曲。8分の7で、うん、めちゃめちゃ絶対演奏しづらいなって思うんですけど。でも7なんてもう全然もう普通準備運動ですよ。7なんてもう今の時代。確かに、うん。13とかになるとめんどくさいですけど。確かにそうそうそう。そう。11までは数えられるんですけどね。13とかになるとね。いや、素晴らしい。ありがとうございます。どうもありがとうございます。かっこいい曲ですよね。いやいやいや。でも現代曲になりますけど、やっぱりね、本当昔の曲って言っても、なんだろうね、1900年代までは本当に4分の4でそこにはめていってて、で、1900年代前半は本当になんか変わったことを言い始めたじゃないですか、うん、8分の7とか、8分の5とか、8分の3とか。で、今の現代曲の本当にオーケストラに書かれる曲ってもうはちゃめちゃですごく難しかったりするんですけど、でも今いろいろと聞いてて、ひろしさんの曲はすごくハマりやすいですよね。その8分の7でもグルーヴ感があるので、1234567123456712345657って最後の今の So What の曲も分かりやすい、はい、うん、ああそうですかね。やっぱこう、うん、何か落とし込んでいくと全部一拍子に感じていくですよね。うん、そうですよね。そういう僕なんか自分で勝手に思ってるんですけど、目でやったら子供のためにこうタタタタタタ、いや大人になったらロンドが踊れますよって言って、うんうんうん、ロンド一つになるじゃないですか。ありますね。なんかああいうプロセスっていうのがすごい、なんか自分でこう大人になっていくと、こうどんどん橋桁、白の橋桁がなくなっていって、なんかこう最後はどこにもつかないでこうフレーズいっぱいこう飛んでいくのかなっていう感じもして、長いフレーズっていうのをね、なんか意識していくのかなと思うんですけどね。作曲に関しての質問なんですけど、そのメロディーってどういうところでインスピレーションを得て、どういう感じにメロディーっていうのが生まれるんですか？メロディーは多分皆さんまちまちだと思うんですけど、僕は3つあって、ピアノをちゃんと弾いた時にファッて浮かぶやつと、それからメロディーを、口ずさんで冗談でも何でもあららとこうメロディー浮かべて、やるものと、それから同時進行のと、あとリズムから来るやつですね。そういうので
いろんな、なんかいろんな方向から、曲を作るパターンがありますね。うん、でとにかく ありがとうございます。でいろんなパターンで、曲を全部のパターンを、全てこう何て言うかな、例えばピアノ弾きながら作るんじゃなくて途中からはメロディー専攻にしようとかこう複合でやっていくとどん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 こう倦怠感がなく曲作れるっていうかそういう気持ちで、でもそれでもこう煮詰まってもいいんですよね。煮詰まると煮詰まった感じの良さが出てきて、さらっとしたらさらっとした曲になるけれども、なんか、ね、寝てていきなり夢の中でメロディーが出てきてそれを書かないと忘れちゃうとかそういうのあるんですか？あ、僕ね、そう、それ憧れるんですよね。僕全然ないですね。それなんかかっこいいですよね。そんななんかハッと起きてこうカキカキってやる人って本当かっこいいと思うんですよね。よくまあ僕作曲家の友達がすごくやっぱりたくさんいるんですよね。その現代曲をもう年にすごくたくさんアメリカでやるんですけど、でもよく作曲家の友達でもいきなり夢の中であって絶対メモ帳がいつも横にあってとかボイスレコーダーが置いてあってもうすぐに携帯のボイスレコーダーで夢のメロディーを歌ってそれでまた寝るとかね言ってるんですけど今度やってみてくださいさりげなく、それ多分自分の声がこう聞いて自分の声でげんなりしてもう全部インスパイア消えますねそんなことないと思いますけど、ね、自分の声すごい嫌なんでだからなんかいや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 そんなことないですけどさてその新日本フィルをね22年間演奏してそして去年ちょうど12月に引退されてソロ活動の方に行きましたけどそのソロ活動始まってたのは良かったんですけど、いきなりねコロナでね、いろんなねカレンダー見てましたけど、たくさんコンサートと企画があったにもかかわらず、ほとんどできてない状況ですもんね、コロナのせいで。いやどうですか、もう今の心境状況。いやまあ本当にねソロっていうかピンで活躍か活動なさってる人はもちろんね原田さんもそうだと思うけど、うんうん、もちろんね本当にすごい素敵なアーティストだから、本当にもう、ね、絶望されてると思いますけど、僕なんかフルートなんてやっぱりもう会話いくらでもいるし、そういうところに自分で身を置いたっていうのはまあ自分の責任で、やっぱり大きな海原に小舟でバーンと出てみようっていう僕の冒険心で外に出てたものでもあるし、あとはまあ22年間オーケストラやってていた分次のフェーズに自分で行くべきだってある時思い始めて、本当に名残惜しいっていうのはオーケストラ僕大好きなんですね。でオーケストラで吹いていてこう大きな船がこうふわーっと動いていったり一瞬でふわっと動いたりすることもあって、そういうのはみんなでその感覚を味わえるっていうか、そういうのがすごい楽しいっていう。だけど一人だとそれが、まあ、できないっていうか一人でやることになるんですけど、ただ、うん、そういう分同じような感覚は得られますけど、ただそれで、そういうものを何か他に活かせないかなと思って、うん、大海原に出てした時に、まあ、本当にすごい友達とかいろんな人たちが助けていただいたりとか、うん、久石さんにも本当に大丈夫って仕事ってなんかいただいたりとか宮川さんにも手伝って、ああいいですね、それは素晴らしい。すごくあとスタジオの友達とかにも本当に金額で集まって、うんそういうので、まあ結構いい塩梅でこう2月3月4月5月ってああいいねっていう感じでスケジュール帳を見ながらこう言っててでコロナでこう真っさらになるじゃないですか。で皆さんとしてこう真っさらになって、で今こうはいどうぞ再開しましたって言われてこう手帳を見て真っさらな状態で外ね、小田急線乗ったらみんな普通の通常営業してるの見ると結構呆然としてて当時は。まあそういう状況っていうのを見ながら、ああなんか本当こう会社員の人素晴らしいなっていう感覚ですが、うん、ただまあいろんな、まあこんな話あれですけどね、給付金とかそういういろんなものをこう、複合して組み合わせていって、僕ちょっとちっちゃな会社を立ち上げてるんで、うん、まあ、それとこう掛け合わせて、作っていったら、まあちょっと意外にもなんかまあいい塩梅っていうか、ちょっと、うん、ありがとうございましたって気にはなってますけど今、ただまあ有限ですけど、うんうん、だけど今後の本当に活動っていうのはもう本当に
もう今までの活動とは戻るであろうって感覚とは別にオンラインの方にシフトしようと思っていて、うん、で僕が見つけたのがユーデミっていう、ユーデミの活動もちょっと今いろいろちょっとやってみてて面白いなと思ったのが、コンテンツをどんどん作れるんですね。で自分が今作ってるのはこのユーデミっていうサイトは世界中で一番大きい、オンラインの教育プログラムをコンテンツを配信できるサービスなんですけども、そこで、ね、カタカナでフルートで出していただくとほぼ僕のコンテンツが出るんですけども、うん、そこをちなみにバイオリンって出しても、ビルマン総編さんのが出てきて、サックスフォンって出すと畑谷史郎さんって僕の友人が出るんですけど、それを僕が作ってます。でフルートに関しては面白いのが、最近出したのはバッハの、ブランデンブルグ4番なんですけど、はい、これ僕が2本吹いていて、で後ろのバックは、僕が全部打ち込んだ、オーケストラに見立てた、本当はちょっとパッと聞くとオーケストラに非常に、聞こえます。でそれを、マイナス1っていうカラオケにしてですね、1番カラオケにして、うん、2番カラオケにして、ってそういう風にして演奏できるようになってますね。これ結構面白くて、あこれプレゼン用の、僕が喋ってるやつですけども、他のですね、2番3番、これはこういうカリキュラムをやりましょう、こんだけ膨大な量があって6時間ぐらいかかるんですけど、へーすごいですね、うん、いやこれこうやってミュージックマイナス1でカラオケでできるっていうのはすごくやっぱり今ちょうどそのステイホームとかコロナで外で練習できない、伴奏者と練習できない、伴奏者と一緒にいる空間がね、危ないとか危険とか思うの方にとってはすごくやっぱりこういうのがあると家でもできるのでね、いいですね。そうなんですよ、家で、しかもこれのオーケストラね、なんかオーケストラの人には悪いんですけど、その、うん、本当にこれをゆっくりなバージョンと早いバージョンって撮ったら膨大な時間とコストがかかるんですけど、それをちょっと、うん、ハリウッドオーケストラっていう音源を使って早いのと中くらいのとゆっくりなの全部取り直してるんですね。いいですね。いや素晴らしい。フルートね、知ってる、フルートをやっているお友達とかいたら、ぜひ udemy.com でカタカナでフルートと検索すれば、はい、たくさん出てきます。しかも今ちょっとなんかキャンペーン中みたいで安くなっているというね。いいですね。そうなんですよ。いやぜひぜひ、これは素晴らしい。あとそのジュリアーニの話をしてもらいたいなと思って、はい、ジュリアーニは、この前6月30日に僕はフルートでパーベルっていうフルートを使ってるんですけど、そこはドルチェ楽器さんっていうところで日本では使っていて、でそこには、うん、そこ素晴らしくてですね、ホールもあって、あと練習できるスタジオもあって、楽器も売ってると、で管楽器全般も売ってるんで、そこでまあこういろんな管楽器のネットワークもいろんな人たちも会えるんですけど、うんうん、でそこでコンサートを今回6月30日東京で、再開するので、一番初めの演奏会っていうのをやらせていただいて、うん、ただやるのも怖いですから、こうちょっと密にならないように30人ぐらいがマックスで、で、うんうん、それと、オンラインで聴いていただくっていう形をとって、2部コンサートやって、で恐る恐るやったんですけど、その時に鈴木大輔さん、うん、にもギターの鈴木大輔さんに、手伝っていただいて、コンサートをやったばっかりなんですね。うん、それが公務用なんですけども。へえ、いいですね。何人入るホールで30人入れたんですか？え、もう一回お願いします。何人入るホールに30人。あ、本当は110か120入るはずなんですけど。うんうんうん、じゃあもう本当に4分の1ですね。うん、はい、ここ本当すごい、ドルチェさんが持っているすごい素敵なホールで、新宿にあるんですね。で、ここで30人で、配信する設備も整っていたので、それでお願いして、うんうん、ハイブリッドコンサートという形でコンサートやりました。うんうん、先ほどのウーデミーに戻りますけど、素晴らしい教育システムですね。という、ありがとうございます。長谷川さん、ありがとうございます。マスミさん。フルート吹け、ぜひバイオリンの方で。そうですね。サクソフォンもありますか？いいですね。
もう大輔さん素晴らしかったですね。うん、なんか流れるような、花が開くような立体感のある演奏で、自分でギターの演奏を録音して、それで一緒にフルートを弾くとか、そういうのはやらないんですか？あの自分の声と一緒で、自分が弾いたギターはもうなえるしかない、なんか音なえるんで、あの本当いいギター聴いちゃってるから、あのもう本当は自分はこう指の確認で、曲を作るときの指の確認で、あのこう使ってるんですね、リアルタイムで弾くようじゃないんで。うんうんうん。いいですよね、ギターはあの本当一人で、あの伴奏じゃなくても一人で演奏しても本当様になるし。そうですね、いや憧れの楽器です、ギターは。指揮者持ち運びできるし ね、うん、一人で指揮とかもやることもあるんですか？いや、あるわけないじゃないですか。もう全然一人じゃ絶対できない職業。エアーのコンクールあるじゃないですか。あ、あります、そんなの。なんか見たけど。本当？いや、知らない。でもほら、やっぱシルエットが、指揮の人って指揮か、シルエットがやっぱみんなかっこいいから、うん、やっぱなんかそれを見てるだけでもなんかね、あの30分ぐらい絶対見てたり。そうかな、絶対見たくないと思う。そうですか。だから さっきのひろしさんの歌声と一緒で、僕も別に自分がねエアー指揮しててもね、もう奥さんに お前何やってんだてめえって言われちゃいますよね。いやいやいや、指揮の昔、小松和彦さんっていらっしゃって、うん、よく必ず下手から自分のビデオを必ず撮ってましたよ。あ、でもそれは偉いと思います。僕もやっぱ り、あのできるときはやります。プロのオーケストラのときってもうね、 いろんなルールがあるので、もう映像が撮れない状況になっちゃってますけど。あ、うん、そうなんですね。僕の場合はよく指揮の映像を撮って、それで音を消して見てました。音を消した状態で、どの小節に今この瞬間いるのかっていうのが分かれれば、ちゃんと仕事してるなって、ちゃんと音楽できてるっていうね。いや、でもね、本当それを計算してこうタクトがいくっていうのは本当に面白いなと思います。大輔さん、素晴らしい、ブラボーです。ヘア式コンクールないですから、あるのかな。見ないでいいです、別に検索しないでください。僕ちょっとあの思い描いてるのが、ちょっと話脱線しますけど、うん、はい、フメクリストコンクールやりたいんですよね。どういうふうに審査するのかちょっと教えてください。本当にピアニストが惚れ惚れするようなフメクリをやってる人を審査するって、ね、いや、わかる。多分音楽のね、学校とか、まあ、プロになってからでも、譜めくりをしなきゃいけない時っていつか あるんですよね。で、あれだけ難しいことってないですよね。タイミング、ね、そしてなんか肩が当たっちゃいけなくて、それでなんかそわそわしてもいけないし、ね、寝立ってもいけないし、すごくバランスがね。バランス難しいですよ。いや、譜めくりはもう技術ですよ。もう本当に難しいテクニックだと思います。で、やっぱりなんか、そう、左側からね、なんか、右手で行くと右の膝がね、肘が邪魔で、左から行くと今度左の肘が今度譜面ね、ピアノに当たってね、もうどうしたらいいのって分かんなくなっちゃいますよね、あれ。でリピートとかあるとね、リピートとかあると大変だし、僕なんて、譜めくり事件があって、その誰あの、とても素晴らしいピアニストが演奏しているリサイタルで譜めくりをしていて、いや、あまりにも美しい演奏なので、いや、もうなんか、彼の世界に入ってしまって、譜めくりをするの忘れて蹴られたことありますよ、これ。あ、そうだ、聞いちゃって。そうそう、すいません、みたいな。尊敬してたのに一番怒られちゃうっていう。そうそうそう。いや、もうね、今たくさんの方たちがもう本当に iPad とか使っていただいてるのでね、踏めくりしなくて済んで、もういい時代、いい時代になりましたけど。いい時代になりましたね。いい時代。いや、指揮者でね、まだ iPad でね、デジタルやってる人あまりいないので、僕なんかやってもいいんだけど、なんか日本だと懸念されちゃうのかなと思って、あんまりやってないんで。いや、いいんじゃないですか。なんか踏めくり、全然僕はむしろ横になんか
切手を貼る用のあの濡れたスポンジが置いてあってベッてつけてこうめくる人を昔よく見たんですよ。あれより僕全然いいと思うんだけど。それすごい。でも乾燥してる。あとちょっと面白いあの乾燥してる面白いエピソードがあって、なんだっけ、そのめくるのじゃないけど指揮者の僕一番最高に面白かったなってこれ言っていいんですかね。でもなんかねもうお亡くなりになってしまったのだから事故ってわけじゃないけど、うん、フランス・ブルッヘンさんが、うん、この話知ってますかね。知らないです。指揮して2楽章 の、大工の2楽章をあの振り終えた時に最後タッ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 タってディミネートで、ああそうなん、あんま結構タッタッタッっていくところなんですけど、タッタッタッっていくのが、うん、なかなかあそれすごいトリッキーだなと思って僕も面白いなと思って、うん、ぜひぜひチャレンジしようと思って、そうするとやっぱなんかそこ結構音が混んでる割にはディミネートってなかなか習慣ないから楽譜にかじりついてたんですけど、うん、パッと見たらあのバイオリン新日の前の方の楽器の、うん、人たちがみんなもだえてるんですよ。なんで？でもだえてるからどうしたのかなと思ったら、まあ、50 minutes ポーズって、うん、なんかよく見たらちょっとすごいさらにおじいちゃんっぽくなってるなと思ったんですけど、どうしたのって言ったら、うん、入れ歯が、タッ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 の時にこう、はーって取れて、あそれが入れ歯にポンポンポンって落ちて、それを受け止めたのが、僕はこっちはディミネンドの合図だと思ったんですけど、うん、実際違って入れ歯がわって取れてそれが踏み台にポンポンと落ちたのを受け止めたっていう動きだったんですよ。でパッと見たらあの歯のないブルッヘンさんがこう思ってて終わってたんで、なんかみんなもだえたって、もうダメだねそれは。いやーでもね指揮者のねハプニングってもうたくさんありますからね。新日本フィルトのこの間この間って言ったらおかしいですけど、2月の芸劇でのフェスティバルの時に、うん、1曲目が、伊藤圭さんとのコンサートだったかな。1曲目がワーグナーのマイスター・シンガーのプレリューだったんですけど、じゃーん、じゃーん、じゃんじゃんって気持ちよく振ってて、2小節目に指揮棒が踏め、自分の楽譜に引っかかっちゃって、ブワーって。もうバイオリンの方にでその瞬間って意外とそういう時って全部人生がさスローモーションに見えるのよね。振ってるんだけど、だけどもう全てがもうあやっべー飛んでる楽譜飛んでる楽譜絶対当たんないでって、もうバイオリンの人たちもみんなこういう状況でみんなでバイオリン1とバイオリン2の間の本当に楽器に当たんなくてよかったと思ったんですけども、彼にもすごいヘリコプター並みに飛んでってブワーっていったのを覚えてますね。もう2小節目でやっちゃったみたいな。あれでもなんかあんま刺さったの聞いたことないですよね。でもね本当よくして何を言ってるか、まあね、いや本当そうですよ。なんかって聞き回避能力あるんですよきっと。そうもうあとプラスその楽器命だし、楽器すごい高いから絶対当てないように、ね、体には当たってもいいけどその楽器に当たらないように防御してくれますからね。でもそうですよね。いやあの時はもう、ま、もうはもう2小節みたいな言っちゃったよ。いやいやそんなことよりもCD の紹介していただきたいんですけど、はい、これが、はい、教えてください。はい、これはですね、僕 の作ってるちょっと小さな会社で一回立ち上げた、フルート名曲30出演という CD なんですけども、これ自社レーベルですけど、これは、フルート名曲30出演という本があるんですね。でそれを買って、まあ、長年みんなこれを親しんでるんですけど、31曲、音源が欲しいなと思ってたんで、自分で。まあ、自分で入れたっていうことで。うん、いいですね。名曲が31曲入ってます。で、2枚組になってるんですけど、2枚入ってると普通6000円なんですけど、うん、まあすごい特別価格で3000円で売ってるっていう、まあ、へー、いいですね。そういう商品でございます。素晴らしい。あとこのフレンチコンポーザーズ、フランスの作曲。あ、これは僕は村松フルート、村松フルートも本当に素晴らしい楽器で、うん、それを吹いてた時の、うん、CD ですけども、これもあのフレンチコンポーザーズっていう教則本があって、あ、教則本じゃない、あの曲集がありまして、でデュベルの輪っていうのと、あともう一個、これデュベルの輪、うん、
ね、もう一人ね、そのビュッセじゃなくて、もうちょっと下に行ってもらって、そうそうそう、ペリルペリル、うん、が知らなかったんで、曲で、それをやっぱ聞きたいなっていうのと、うん、あのまあそういうこともあって全部入れようかなと思って作った CD です。これあの特選版いただいて、すごくあのなんかよく聞いていただいて嬉しかったんですけど、これは、その後にもう好きに作らせてくださいってキングレコードの、あの子会社のベルートさんにお願いして、作ったのが、自分の曲だけを入れた、CD で、まあ、本当は32曲録音したんですけど、結局入れたのが、あもうちょっと25曲かなって入れたのが16曲っていう、うんうん、まだまだあるんですけども、まあ、素晴らしい、そういうのが収まってるっていう CD です。4本のフルートのための作曲とかいいですよね、あのフルートカルテット。フルート、あとフルートとビオラのデュエットもあんまり聞いたことないな、僕は。ああ、そうですよね。これもさっきあの一番初めにやってたあのエリオット・カーターとか、あの、うん、ああいう商品でインスパイアされたものですね。いいですね。これは林光さんの。はい、もう本当にお世話になって、もう最後の最後まで、光さんが本当お亡くなりになってしまうまで、ギリギリの最後までの演奏会やらせていただいて。やらせていただきたんですけども、うん、その光さんの、まあ、あの親戚にあたるあの林リリコさんがフルート奏者で、で そういう方が近くにいたのでできた、たくさんのフルートの曲を、集めた、作品集として、一緒に出したんですけども、やっぱりあのどれも本当若い頃に書かれた曲が多くてですね、ウィウィシーさもありながら、ヒカルさんの本当すごいブサッとくる、メロディーラインとかそういう楽曲がすごくて、フルートソナタは相変わらず本当になんかすごいです。そんなのが、収録されたヒカルさんの伴奏で弾いたあの曲集になってます。わかりました。この CD そしていろいろな活動はひろし荒川 .com で皆さん拝見いただけます。最近ちょっとね気になってたんですけど、ツイッターの方でこの間見て、なんだろうこれと思うのは、ミックスジュースを作るだけの動画というねブログ。そこクローズアップするんですか？いや、それはそうですよ。これやっぱりちょっとすごく気になったんですけど、どうしたんですかこれは。いや別にあのなんかあの本当に編集能力ないんで、なんかちょっと勉強したいなと思ったんですけど、うん、ネタもないし、そんなね僕のなんか恩着せがましく、なんかこうフルートメソードとかいうのかなと思って。別に全然音楽性がましくないですよ。みんな絶対すごい目になってて、よかったフルートの動画って思ってますけど、ちょっとミックスジュースにねハマってるのねこれは。いやミックスジュース結構微妙にビーツの味が結構なんかね、あのビーツ入れたりとか、あのねちょっとサヤエンド入れたらどうなのかなとか、なんかちょっとだんだん実験したくなってきて、すごいなんか難しいんですよ。いやー、面白い。ネコランパ2で、ツイッターで、フルートもたまに出てきますけど、ミックスジュースの動画がありますので、ぜひそちらもご覧ください。YouTube チャンネル。いや、全然そんなことないです。CD の話ですけど、母にプレゼントしたら、毎朝聴いてくれるくらいお気に入りになっていますというね、どれも魅力的な CD。気になるのは、これは CD のことだったのか、ミックスジュースだったのことなのか、ちょっと、ね。ミックスジュースじゃないですかね。いやいや、でも、素晴らしい。でも、たくさんの、ね、音楽は今日、紹介できて、すごく嬉しくて。ああ、そう、ね、本当になんか、ね、こんな機会に、僕はとにかく、原田さんにまたお会いできたっていうのがね、本当嬉しくて。ありがとうございます。ね、なんか、本当に嬉しいのは、やっぱ、オケの中で、一緒にやってる時ですよ。やっぱすごいこう華やかな気分になるし、うんうん、そういうのをやっぱり変えていく達人だと僕は原田さんの音楽を聴いて思ってますから。ありがとうございます。またね、一緒にね、演奏できる機会を作りたいですね、コンチェルトでも。はい、もうどっか、てかもう、こ
やってあの下手から見てますから。そんなこと別にあのじゃあ下手で見るぐらいだったらミックスジュース楽屋に置いといていただければすごく。後押し自分で押して回してくださいって。自分で押します、後押しで。いやでも本当に今日は素晴らしいお話ありがとうございます。いえいえ、どうもありがとう、なかなかありがとうございました、すごい楽しかったです。どうも。そしてご覧の皆さんありがとうございます。また次は月曜日の夜に沖あかねさんに N 響のライブラリアン、これも本当にね楽しい話になりますよ。ライブラリアンという仕事が一体どういう仕事なのか、そしてオーケストラの人だから分かるんですけど、ライブラリアンいなければコンサートなんて始まらないんです。それを少しどころかたっぷり聞いていただきたいと思っています。それでは皆さんありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございます。どうも。どうも。また。Thank you for watching. Please remember to subscribe, like, and share this video. ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、そしてこのビデオをぜひシェアしてください。